精神的には追いついた側の方が若干有利な面があるかもしれませんけど、うん、ちょっと展開読めなくなってしまいましたね。そうですね。栗沢へスペースへ出す、絶好の位置で受ける、どうだ、シュート来た、フェイソル柏はボレで勝ち越しです。一歩リード、一歩抜け出してパスを受けてのゴール、見事なタイミングでした。タイミングバッチリでしたよね。これはバセルのってシンプルに見えますけども非常に難しいんですよね。ここのポイントしかないですからね。非常に素晴らしいゴールになりましたよね。